皆さんこんばんは。 CXR 投資チャンネルへようこそ。ヒロピーです。本日は9月27日月曜日、ヒロピーの10分でわかる仮想通貨ニュースの、補足動画をお送りいたします。月曜日ですのでマネックス証券の、マネクリコラムの更新日でした。はい、本日はですねホービー、中国人ファンド強制終了という、お題をピックアップしました。それでですね、実際当然ながら、悪材料なんですが、これでですねこの報道が実は日曜日出まして、その後急騰したんですね。でこれはもしかしてバイザウーモア、セルザファクト、バイザルーモア、の上昇ではないのかなと、事実で買い戻せってやつですね。はい、でですね、ビットコイン円と、イーサリアム円の、チャート分析をした内容になっておりますが、各自見ていきましょう。まずですねこちら、コイン月光の、ジャパンアカウントがツイートしててくれたのでピックアップさせていただきましたが、ツイート日時が9月26日日曜日の、17時となっております。中国最大の取引所ホービーグローバルが、ホービージャパンもありますがね、はい、2021年12月31日までに中国国内のユーザーすべてのアカウントに対して停止することを発表したというふうに、報道が流れました。ホービーといえば世界で第4位、最近抜かれちゃったのかな、 FTX が4位ぐらいだったんですが、ホービー常に2位3位4位5位、あたりを安定してキープしている、巨大な仮想通貨取引所ですと。でジャパンにも支店を持っているわけなんですが、過去にですね特に2017年もですね、ちょっと飛ばしますが1月5日に中国人民銀行がですね中央銀行ですね国内の三大取引所の、社長を呼び出してですねビットコイン投資について警告を出しました。でその後ですね仮想通貨交換業のですね、中国人向けのですねサービスは終了したと宣言がされました。当時の三大取引所も、当然ですが OKEX、ホービー、そして今潰されてしまったんですが BTC チャイナでした。はい、でですね、こういった警告はですね4年前も全く同じことを、発していたんですが、さすが中国人そんなの関係ない、そして中国企業である、ほぼ企業であるホービーは一応本社シンガポールに、本籍を置いてるらしいんですけれども、北京にもですね400人以上社員を抱えてですね実際の開発拠点、ほぼ本社機能を実はそっちに有してるんですが、そういった状況で稼働していたこの4年間、結局ですね、共産党の逆鱗に触れたのかは分かりませんが、指摘が入ってもうサービス終了しなさいというような、通達があったのではないかなと思います。そういったところでですね日曜日この報道ツイートが流れましたと。で中国って定期的に規制や牽制してるんですね。で、2013年12月の時もビットコイン使用禁止だよと言いましたし、2017年も、三大取引所、禁止だよと警告しましたし、一応中国国内にあった取引所は中国人向けのサービスが終了しましたというふうになっていたんですが、当然ながら関係なくみんな売買表向き終了禁止にはなってるんですが、みんな VPN を介してですね普通に KYC 通してガンガン取引してるんですね中国人。なのでですね、そういったところが目をつむって、おったのですが中国当局さすがにということで、再度規制を入れたのかなと思います。しかしながらですねこれ繰り返しなんですがマイニング規制もですね以前ありましたし 2,3 年前に、アリペイ含めたですね仮想通貨決済などのですね、取引行為などがありました。で2019年にも今一度マイニングの禁止方針を発表して、やっておりましたが、その秋に11月にですねブロックチェーンは推進、OK とするだけど仮想通貨ダメだよっていう発表もしたんですね。これも結構有名なニュースです。はい、でいろいろとやりましたが今年に入ってからまた5月頃に、中国全土に、全面禁止の通達を、行いました。その他 WeChat による、仮想通貨の交換、に関する情報の
部屋を強制的にバタバタ、閉じたりとかですね、なかなか、強い引き締め行為が行われています。でこの度ですね、また、久しぶりにですね、仮想通貨取引全面禁止、何回言ってるんだよと、何回全面禁止にしてるのか分かりませんが、まあ、そういった状況で嫌気がさして、急落したのかなと思っております。で実際にはですね、まあ、こんな情報初めから漏れていくものなので、すでにこの9月上旬の、第2線出した、もうそこから決まっていたかもしれません、共産党員の、まあ、中枢の、メンバーから噂が流れて急落につながったのかなと。で、まあ、1週間前の下落もおそらくそうではないかなと思ってます。で昨日なんか下ヒゲつけてますよね、ですがそれを、大きく反発して、この今朝、段階では486万円の、チャートをですね、まあ演じていた、描いていた状況です。なので、まあ、実際には下落したものの、まあ、周知の事実だったということで、あまり、今のところ影響は、軽微であるというふうには考えています。はい、でこれは4時間足ですね。まあちょっと金曜日から急激に下落してたんで、なんかおかしいなと思ってたんですが、まあこれが理由だったと思いました。こちらですね。でもう完全に情報が流れていて、まあ、取引所のねアナウンスの、メールに流されるぐらいですから、まあ日曜日配信するよっていうことで、もう木曜日金曜日社内のメンバー一定のメンバーには絶対通達されてたので、その噂も流れていたでしょう。そういったポジションの解消が出てたのかなと。でいざ発表されたらビュンと落ちたんですが、450万手前から切り返してなんと上昇してしまったっていう、典型的な例ですね、ちょっとこれスペル間違ってますね、失礼しました、O ですね。はい。で、もう一つイーサリアムですね。イーサリアムはビットコインと全く同じ形状しています。はい。ですのでまあ連動したようなですね下落があったのかなと思います。よってですね、まあ目先の下降トレンドラインをターゲットに上昇していくのではないかなというふうに考えております。でですね、4時間足の方ですが、押し目、浅い押し目どこで狙うのって言ったら、まあ水色のですねサポートラインがベストかなと思っておりますね。文章中にはだいたい33万円、台ですかね。はい、約ですね。はい、33万円ぐらい、がちょうどこちらの水色の水平線あたり。なので、ここを目指して、押し目を作るタイミングがあれば、再びブレイクアウトの時に、上昇トレンドに乗っていけるかなというふうに、個人的には考えております。ですので、まあ、今週はですね、このあたりに33万円ちょっと手前、500円とか1000円ぐらいで差し値注文しておくといいことがあるかもしれません。はい。まあ、その他、MACD もすでに陽転しそうな状況でして、プラス圏に浮上しそうです。なので、今晩、明日ぐらいの、午前中にはタイミングよく、また再び上方向に抜けてくるのかなという印象を持って、取引していこうと考えています。まあ、もしくは、まあ、満月過ぎてですね、今回久しぶりに満月トレードは失敗に終わったのかなというふうに考えております。次の新月は10月上旬、そして次は満月は当然ながら9月中旬から下旬にかけてなので、最後本命はそこかなと思ってます。水星逆行期間も始まるので、まあ、抜けたとしてもちょっと三角持ち合いを作るような、レンジになるかなというふうに個人的には予想しておりますが、少しずつ上方向に、値動きが出てくるようにも感じます。まあ、もしかしたらこういった平行チャンネルで、やや上昇向きの、値動きが出るかもしれません。はい、そんな値動きに期待して、再び、戻り売り目線でしたが買い目線に切り替えました。はい、今週もやります相場展望ライブ10月1日金曜日21時から、オンエアです。その他オンラインサロン好評運営中です。初月無料です。特にですね、初月無料ということなので今入るとちょっと損しますが、10月1日の、になった瞬間、要するに金曜日0時を過ぎてからですね、まあ申し込むと10月30日31日まで、無料期間が反映されます。そんなの、気にせずに、
すぐに入りたい、もちろんウェルカムでございます。はい、その他ですね、RCI とかですね、ボリンジャーエンペローグとか、このサロンの限定のインジケーターやテンプレート、トレーディングビューチャート版でお渡し、するなどですね、特典満載でございます。限定チャートライブ、分析ライブとかですね、ヒロピー流のローソク足千本ノックみたいな、授業ですかね、トレードの授業みたいなこともやっておりますので、ぜひご参考ください。 FX もかなり、調子よく、これでまあおそらく4ヶ月連続プラスで終わるかなと思っております。9月の成績はまあ400から500ピップスぐらいだった感じです。まあ、初回1週間ぐらい、ちょっとマイナス200ピップスぐらい行ってしまったんですが、そこから一気に、まあ、先週先々週、まあ、先週ですね、主に挽回して一気に600何ピップ取ったのでね、大きくプラテンしたというのが現状です。はい、ということでですね、今週は金曜日はまだ雇用統計ではないんですが、いろいろとまた皆さんとお話できたらと思います。以上、マネックス証券マネクリコラムの補足動画でした。この動画が良いと思ったらグッドボタンを。毎週金曜日に相場展望ライブも配信しています。見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。